岡三証券の小泉です国際輸入株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内します真に稼ぐ力を有する企業の中から今回ご紹介するのはこちらですティッカーコード ZTS のゾエティスですゾエティスは動物用医薬品メーカーですもともと製薬大手のファイザーの一部門でしたが2013年に分離し独立会社となりました ペット用と家畜用を主力事業としておりまして、抗生物質やワクチン、寄生虫駆除剤、また、薬剤添加飼料などを展開しております。近年は企業買収を通じて、動物の血液などから特定の疾患に罹患しているかどうかを調べる診断機器も手がけておりまして、高成長分野として注目されます。家畜用事業に関しましては、 外食といったフードサービスと連動性がある事業でしてこちらはコロナ禍でこそ打撃を受けましたが長期的には世界人口の増加やそれに伴う食肉や乳製品需要の拡大から安定的な業績成長に期待できる分野と見ております一方のペット事業はコロナ禍で業績拡大ペースが加速した成長分野となります この中でペットを飼う人が増えたことや、また家で飼い主がペットと過ごす時間が長くなったことをきっかけに、ペットを動物病院に連れて行く回数や医療費はコロナ前と比べて大きく伸びました。この中でペットの飼い主となった人は2、30代の若い世代が中心でして、若い世代ほどペットを家族とみなしてペットへの支出を惜しまない傾向にございます。 このような変化にペットの高寿命化が加わりましてペットの医療費の拡大は構造変化と見ることができます。害虫駆除剤におきましては錠剤一つで主要な寄生虫やのみダニを完全に駆除できる製品の市場シェアの拡大が続くなど高い製品イノベーション力も業績拡大の源泉となっております。 犬猫の変形性関節炎向けの画期的新薬の投入ですとか、またスピード判定に強みを待つ診断機器の伸びしろも大変大きいと見ておりまして、引き続き動物医療業界をリードし続ける存在になるというふうに見ております。以上で岡さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。